の歴史は漫画キングダムで描かれ、近年日本でも注目が集まっている中国の戦国時代末期から秦の始皇帝により中国史上初の統一国家が誕生した時代の囲碁について紹介します。古代中国で誕生し、子牛や孟子が登場する春秋時代にはすでに一般へと広まっていたと考えられている囲碁ですが、秦の時代にはほとんど語られることがなく、囲碁界にとっては不遇の衰退期であったと考えられています。戦国七雄と呼ばれる7つの大国がしのぎを削る戦国時代、始皇帝こと秦王政は秦の大使安国君の息子である偉人の子として、偉人が趙で人質として暮らしていた紀元前259年に生まれます。偉人は大勢いる側室の子の一人であり、休戦協定のため捨て石のように人質に出されたと言われていますが、そんな偉人に目をつけた漢の豪商呂不韋は偉人を支援し、自分の妾趙姫を妃として与え、そして生まれたのが政なのです。呂不韋は偉人が安国君の即位後の大使となるよう政界工作を行いますが、やがて秦と趙は戦闘状態となり、偉人は命からなら秦へ脱出。その後安国君が公文王として即位すると、正式に大使となって名を始祖と改めます。そして趙に取り残され潜伏生活を送っていた政親子も当時の外交儀礼に基づき帰国が許されたのです。その後公文王はわずか1年で亡くなり、始祖が崇上王として即位しますが、崇上王も在位3年で亡くなったため、政は紀元前247年に13歳で秦王に即位しています。また崇上王を支援していた呂不韋は上将として主君を補佐した後、政の即位後は相国に就任し、実質的に政治の実権を握ることとなります。呂不韋は多くの食客を抱え権勢を振るいますが、気がかりであったのが対抗となった趙姫との関係がまだ続いていたことであり、発覚する前に関係を断ち切ろうと自分の代わりに呂愛という偽宦官を皇宮に送り込んだと言われます。やがて趙姫は呂愛との間に2人の子を設けますが、政が22歳の時に呂愛が宦官ではないことが露見。一説には呂愛が我が子を国王にしようとクーデターを起こし失敗したとも言われ、激怒した政は呂愛と子供を処刑し母を幽閉しています。また一連の出来事に呂不韋も関わっていたことが明らかになると蟄居を命じ、呂不韋は数年後に自ら命を絶っています。その後秦王政による新政が開始され、家柄にとらわれることなく有能な家臣が登用されていき、秦は中華統一に向けて大きく前進することになります。ところで先ほど述べた通り、この時期に囲碁に関する話はほとんど残されていないのですが、始皇帝の人生に大きな影響を与えた呂不韋について、次のような囲碁に関する話があります。呂不韋はかねてから交流のあった趙の将軍コウソン官と半日かけて囲碁を打ち、呂不韋が全敗したため、後日別荘にて宴席を設けますが、そこで始祖を将軍に引き合わせています。このように呂不韋は始祖と有力者との交流の機会を作り、秦の大使に就任するための環境づくりを行っていったと言われています。この話は大正時代に創刊された雑誌杞憂に掲載されたものですが、出典元が不明であり、史記をはじめとする他の資料には出てこないため史実かどうかは分かりません。ただ秦の関係で囲碁が登場する数少ない事例なのです。紀元前221年中華統一を果たした秦王政は新たな称号皇帝に即位し、
始皇帝と名乗ると、国を一つにまとめるため、従来の制度にとらわれることなく、思い切った政策を展開していきます。これに対し、儒学者らは、古を学ぶことなく、国家の発展は望めない、と、古来のしきたりを維持するよう訴えます。それに激怒した始皇帝は、人々が所持している書物を焼き払い、自分に、異を唱えた儒学者らを生き埋めにする、焚書坑儒、と呼ばれる弾圧を始めます。その影響により、古くから伝わり、儒教において、聖人と崇められている、行帝や春帝が創始したとも言われる囲碁も、表立って行うことができなくなったと考えられています。秦の時代に衰退していった囲碁が、再び普及し、発展していくのは、始皇帝が亡くなり、秦が滅亡した後に誕生した、漢の時代のこととなります。